落とされた、落とされた、落とされた、上に、上に落とされた。いや、バンだったら配信して、して、できてないだろ。バンなんだろ。いや、ケツが見えてたのかな？くじ引きありがとうございます。ケツが見えてたのかな？くじ引きレンチャン！くじ引きレンチャン！ 4 レンチャン！くじ引きライス、くじ引きライス。特別ナイス。てかケツそんな見えてたか。いや、着衣がない配信はやめてくださいって書いてあった。着衣がない配信って見てたのに俺。その像とフワチ君ボコボコにしていい。いやー、 これはリスナーさんにもらっ、リスナーさんに取らしてもらってたやつなんで、これは殴れないで。風船ありがとうございます。え、フワッチ君殴ったらバンなの？フワッチ君をボコボコにしてたらバンになるの？ゾウさんありがとう。それもそんなことあんの？フワ運営の、あ、運営ってかフワッチ君人形をボコボコにしたらフワッチとしてバンになったらどうしよう。フワッチ君をいじめるやつはバンにするっつって、うん、ふわっち君をボコボコにしたやつはバンにするって。やばいよ、そんな。ナチュリーさん、ゾウさんありがとう。倍出してください、倍ね、皆さん。それメルカリで2万ぐらいで売れる。いや、売らないよ、さすがに。やっとの思いでこの人形手に入れたんだから。ぬいぐるみ俺ないんだ、なかったんだから、今まで。ふわっち君の。でもね、年末っていうか、去年撮ったやつもまた届くと思うんだよね。なんかあれも撮ったと思うんだよね。いつ届くんだろう。あー、ニコナイス、ゾウさんナイス、ナチュリちゃん、ゾウさん、ゴミじゃないよ、かわいいよ。ナチュリちゃんありがとう、イベント、ゾウさんナイス、ゾウさん、ゾウさんナイス。これ秋葉ふわっちくんのやつですね。秋葉ふわっちくんの、あれ、怖い、壊れちゃった。ゾウさんありがとう。秋葉ふわっちくん、あのさ、強い配信者っていうかイベント強い配信者、全種類とか持ってんだろうね。あのふわっちくんのいろんなぬいぐるみあるじゃん、イベントのたびに。みんなイベントのたびにぬいぐるみ集めてる人もいるのかな。こんにちは、こんにちは。これはちょっとごめん、あげれないね。やっぱりこれはあげれない。欲しい。いや、くじ引き投げてね、くじ引き。あ、10倍ナイス。なあ、10倍は出んだよな。0.01 来い、 0.01、 そろそろ超大当たり来い。くじ引きナイス、くじ引き超大当たり来い。超大当たり、くじ引きナイス、レンちゃん、くじ引きナイス、くじ引きナイス、くじ引きナイス、くじ引きレンちゃん、レンちゃん。
口吹きナイス。来そう、来るかも、来るかもしれない。来そうな気がする。超大当たり。匂う。口吹きナイス、口吹きナイス。レンちゃん、レンちゃん。レンちゃん、レンちゃん。口吹きナイス、レンちゃん。口吹き。レンちゃん、レンちゃん、レンちゃん。口吹きナイス、レンちゃん。ありがとう。すり身。すり身チームありがとう。何回もすると羽打ってる。当たりませんね。出ませんね。 0.01。 簡単な掃除に時間かけすぎでは。会長のお誕生日行かないのか。会長のお誕生日はちょっと行けないです。すいません。ナチュリちゃんありがとう。くじ引きナイス。くじ引きありがとう。くじ引きナイス。ナチュリちゃんありがとう。くじ引きナイス。くじ引きナイス。くじ引きナチュリちゃんありがとう。くじ引きありがとう。くじ引きナイス。くじ引きナイスありがとう。くじ引きナイス。ありがとう。トゥン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 。5倍。あー、5倍きたー。5倍きたー。ちょ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 、大ちゃん大満足。5倍はナイス。5倍もありがとう。お、1万差になった。6位と6位と1万差。マリーちゃん風船ありがとう。いや、しかし出ないね、これ超当たり。携帯はまあなんとかなりました。うん、きなこ餅ありがとうございます。きなこ餅ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんとかなりましたというかね。掃除したじゃん。もう掃除したじゃん。あと捨てるだけだよこれを。うん、このゴミ袋を捨てたら終了だね。終了というかまあまあいいかな。仲直りはしてないけど、仲直りは、どうやったらスマホ代を払わせられるの？俺の放送が見れなくなるって言った。見たくないのかっつって。交渉テクニックした。俺の放送が見れなくなるぞって。払ってくれないと。うんこ食べてないです。ゴミいっぱい。これ捨てたらもうないよ。ちなみにおばあちゃんは俺の放送を、俺が放送してないと YouTube の動画で見てるらしい。かなりの俺中毒だね。おばあちゃんは俺が放送してない時は暇すぎて、YouTube で過去の動画を俺のことを見てるらしい。うん、おばあちゃん俺の配信の動画を見てるらしい。 YouTube でYouTube に上がってるやつで。演歌歌手ヘアですね。関よしにも見せてやれ。関よしえさん過去のロスカット動画。いや、FX はあんま見ないんじゃないかな。 FX は業者に頼んで掃除してもいい。いや、業者頼むほどじゃないでしょ。ここ家賃3万6、7千円。まあ、4万の時もあるよね。なんかバラバラっすね。4万の時もあるし、うん、まあ、大体でもまあ4万いけばいいかなっていう。
わかんない。なんで4万いく時があるのかが、使いすぎてんのかな、なんか。電気とか。電気じゃなくて、あれかな、暖房かな。10倍ありがとう。シェンドンさん、ありがとう。皆さん、きなこ餅よろしくお願いします。きなこ餅、お願いします。大ちゃんがおばあちゃんの生きがい。俺、おばあちゃんは好きだからね。おばあちゃんは。きなこ餅ありがとうございます。参考ありがとうございます。風呂トイレ一緒。俺もいいとこ、いつかまたいいとこ引っ越したいけど、俺が住んだ中で一番良かったのはやっぱ西中島南方に住んでた時かな。あの時はいいマンションだった。お、あの、丘っても広いし、良かったでしょ、あれ。あそこは良かったね。いい家だったよな。トイレとお風呂も別だし。北海道の家は、まああれはちょっとまあホテルみたいな感じだったね。まああれもあそこも良かったけど、まあでもあれはね、あんまり、まあ部屋って感じ、部屋って感じよりホテルって感じだよね、あそこは。マンスリーマンションだったな。月7万円だった。今月7万って言われたらもうとんね、無理だけど。きなこ餅ありがとう。月7万円だったな。きなこ餅ありがとうございます。次はどこに。いや、もうここ以外住めないね。ここ以外住めないね。ここ周りはいいんだけどな。周りはいいんだけど、うまいラーメン屋多いから。年々年収が減ってるな。そうなんですよ。ぜひ皆さん応援のお願いします。1個でも力になりますので。住んでないのに家賃払ってるのか。去年じゃないな、1月なんてほぼこっち、ほぼここにいなかったよね。ほぼ2日ぐらいだけじゃない、こっちいたの。1月なんて FX してたから、 FX をしてたからほとんどこっち来てないな。もうほとんどっていうか、もうほぼ来て、1日か2日しか来てない。物置だよ、物置。いや、引き払ってあっちにする、それ怒られるんでダメですね。お前もうすぐそこの更新じゃん、金あるの。え、ちょっと待って、どういうこと。更新料っていくらかかんの。お金ないよ。更新料って何、いくらかかんの。そんなめちゃくちゃ高い。え、20万ってマジで。え、本気で言ってんの。本気で言ってんの、20万って。いや、無理じゃん、そんなの。どういうこと。20万ってどういうこと。え、ちょっとお知らせ来るのかな。やだな。なんか手紙とか来る。手紙来てるかな。手紙とか来る。あ、まだ来ないかな。もうちょっとかな。払わないと追い出される。 ありがとうございます。きなこ餅、みんなきなこ餅お願いします。
いや15万でもきついわ。やめようかな、もう。そんな高かったら俺か解約しようか、もう。やだな、無理だよ15万なんて。効果かからないイメージだけど、更新料ってそんなんあったっけ。書いてないわ。送信料。更新料なんてないな。更新料が書いてないけど、ね、ないんじゃない？あるの？まあいいや。まだ。風呂入るから面白いことして。面白いことそんな出てきませんよ。面白いこと、面白いこと、なんかないかな。面白いこと、面白いこと、さっき面白いことしようとしてケツ出ちゃって、じゃあね、ちょっとダメだよ。絶縁やめてください。ちょっとやめてください。あ、キャノール油でも飲みましょうかね。キャノール油のの飲みましょうか。この部屋に来るよ、もう。いや、来るちゃんはバーになる。醤油もあります。どっちも危ない。きなこ餅ありがとう。きなこ餅ありがとうございます。きなこ餅言うだけでは危ない。冗談も言えないの。冗談も言えない。本当に厳しくなったね、フワッチは。ゆで卵作れ。更新料10万だったよ、見たら。いや、10万も無理だよ。10万って本当なの、それ。言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ポイズン。
ほんと150円割れた。割れてねえじゃん。あの150円割れたら絶対あの買いが入るからね。またプレアールの家賃下がり、値下がりしてんじゃん。なんで4万払ってんの。この部屋だけなんか高いんだよ。月50万なんか稼いでないです。稼がしてください、お願いします。相手もよろしくお願いします。いや、お酒はちょっとここでは飲まないな。その部屋 1.8 万円だぞ。どういうこと。いや、だからあれいろいろ含まれてなんじゃない。電気代とかいろいろかかって、何にもなかったら 1.8 万円なんじゃない。全部含まれてるからじゃない俺のは、パルはゴルプラだと5から60万だから毎月じゃないでしょ。そんな言ってないよ。60万も30万も言ってないよ。先月も BO ってどうなったの。まだ丸々出ないの。 BO はまだやってますね。今日ちょっとやるかもしれないです。何言おうとしたか、いや覚えてない。何言おうとしたんだろう。いや稼いでないってどんな計算だよ。プラチナだよ。70万を稼いだプラチナだぞ。70万、どんな計算でそんななる。小太郎さんのもきなこ餅ありがとうございます。参考マーミさん、ありがとう。マーミさん養分が1000万稼げてなかったら確定申告しなくていいよって言ってた。いやダメでしょ、しないと。プラチナプラミニマムはいくら。モルプラは俺の感覚では2、30万だよね。2、30万の人じゃない、オルプラは。平均が。ゴール、あの、プラチナは多分、50から100なんじゃない。プラチナプラスが100万以上な感じだ。多分。うん。ゆれながさん、2、30万ならいいじゃん。2、30万いってないけどね。お前は、お前誰、ニコラモードで流れ込んでる。お前誰って、なんでお前誰なの来てるの。しかも59万に、かなり前に来てるんだけど。きなこ餅ありがとう。皆さんきなこ餅ちょっとお願いします。ちょっと一回終わるんで。最高月収は、まあ、300万ですかね。5年ぐらい前の300万かな。きなこ餅ありがとうございます。きなこ餅鼻が苦しいんだよ今。
この部屋空気悪くて、この部屋空気悪くて、300すごいじゃん。1回だけだよね。ナイスとナイスとマンスリー2位だったから、あのそれでもらえたっていう。ニコ生の大手はきなこ餅とか無料アイテム投げんなって言ってたよ。無意味だから、そういうのは良くないよね。無料アイテムもやっぱ必要だよね。無料アイテムもやっぱり力になるから、俺は欲しいよね。ナイスはやってないっす。ナイスは養分伊藤さんに押してください。あ、欲しいな。ありがとう。ガネーシャさんありがとう。ちょっときなこ餅投げてね。きなこ餅パチンコしたいんすけどね、パチンコ配信ちょっとできないっすね。パチンコはいや、綺麗にやった。ほら、これ捨てれば OK。 これ捨てれば。誹謗中傷したんだろうって意味わかんない。何誹謗中傷って。誰を誹謗中傷したの俺。誰を誹謗中傷したの。その養分さん、ニコ生主の勇者殿に、まあその人はなんかあれ、ニコ生の大手なんでしょう。きなこ餅ありがとうございます。ベッドの下まだ疲れちゃった。もうこれ捨てればいいよ。CPI 配信、オンカジ配信ね、大人気だった。あ、オンカジの人なんだ。オンカジはできないからね、今。スケロクちゃんやって、いや、この家に来ないからな、あんま。閲覧の自動は終わりましたよ。ニコ生の大手に負けてフワッチニュースって存在意味ある。誰呼ぶんだって。いや、エンディさんがなんか来るかもしれない。今日じゃないけど、エンディさんが。ナイス押すマーク別に大きくなった。え、お、見てない、わかんない。大きくなってんの。お前も一応ニコ生主。まあそうっすね、一応お忘れのようですけど、俺もニコ生主です。一応ふわっち一色になってますけど、一応ニコ生民です。ちょっと鳥をつ一回は終わるわ。みんなありがとう。一回終わるわ。お疲れ様です。アイテムありがとうございます。一回終われば。ピアキャストだけど、まあ、ニコ生の方多いじゃん。多かったじゃん。うん。今来た。おつおつ。